一佐ゆかりの里一佐館は、長野県上高江郡高山村にある、村立の小林一佐の登録博物館である。正式名称は、歴史公園新州高山一佐ゆかりの里で、一佐館の愛称が付けられている。小林一佐は、47歳の時この地の、豪農であった、久保田春光を訪れた。春光から、父、久保田都園の離れ屋を、 登竜先として提供され、以後65歳で亡くなるまでこの地を頻繁に訪れた。高山村の一社の門人の子孫の家には、父の終焉日記、朝木空、徘徊寺小六など一茶の親戚が、平成の時代まで数多く残されていた。1996年鉱山村は、久保竹から、離れ屋の寄贈を受け、一区復元するとともに一茶の遺木や、関連資料を展示する。 村立の博物館施設として、歴史公園新州高山一茶ゆかりの里一茶館を建設した。収蔵する一茶の神筆は約50点で、収蔵数日本一を誇る。収蔵資料のほとんどは、一茶の門人であった、久保田春光の子孫から帰宅されたものであったが、2014年6月、その全てが高山村に寄贈された。傾いた、同ったぶきの屋根が、 特徴的な建物の設計は、岡田新一。開館時間、午前9時午後5時高山村一茶、ゆかりの里条例、礼史集。ありがとうございます。